今から太ももね。はい。これ腰痛とかにもよく効くところ。ああ、なるほど。効いてそう。ああ、ああ、ダメダメダメ。ああ、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。うん、ちょっと筋肉ね。ギブアップ入ります。やばい。この辺がね、結局硬いと、こっからこのお尻に上がっていったりとかするので、膝痛とか、まあ、腰痛によく効くところなんですね。あ、もうなんかめっちゃ心当たりある。はいはい、で、もうあんまり緩めてても仕方がないので、そうですね、やっていきますね。あ、痛い。めっちゃお尻も痛い。あ、めっちゃお尻痛い。ここ押さえるとね。そうです、そうです。あ、何これ。うわー。やばい、やばい、やばい、やばい。おかしくなってちょっと頭が行ってきましたね。やはり行ってきましたね。ちょっとね、行ってきましたよ。もう行ってきましたね。素晴らしい反応でございます。痛いって分かってんのにみんなよく来るよね。いやもうほんまにね、そうなんですよ。こうでもね、やっぱりね、はい、体の不調
長い方で続けるよりも、はい、どうにかしてもなんか改善したいという気持ちの方が忘れてしまって、ね、そうだね、本当になんかしんどくて、そういう人しか来ないから、うちもうじゃあ極限まで行きたい人たち、そうそう、そういう人たちばっかりあのさっきの男性みたいに定期的に来られてる方がね、はいはい、あー、なるほどなるほど。